はい、始まりました、はい、第2回。第2回レギュラー。第2回はですね、うん、追い打ち攻撃。今回も行くよ。追い打ち攻撃というのをちょっと勉強しようと思います。追い打ち攻撃、ね、追い打ち攻撃は、前回教えたあの X ボタン長押しの吹き飛ばし攻撃、うん、はい、あれの後に続く追い打ち攻撃です。わかりました。吹き飛ばし覚えてる？覚えてますよ。やってみそう。おしっぱだろこれ。いくよ、せーの、うん、はい、正解。はい、これです。この後になんかできそうな雰囲気じゃん。確かにね。だろ、好きだらけだもん、ね、だろ。おい、いただろ。やった後に X、こんにちは、下級選手の皆さん。やった後に X をしてみて。 X をします。はい、おー、飛んでた。ボーン、瞬間移動をして追い打ち攻撃を。これはエリート選手じゃなくてできないじゃないですか。しかも、はい、何度も押せるよ。なんだって、いい？いいよ。やっていいの？いや、やっていいよ。本当に？やっていいよ。いくよ、うん、せーの。あ、ちょっと上に吹き飛ばさないとダメです。ダメなんですね。そう、わかった。ちゃんと吹き飛ばす方向も選ばないと。よい、いくよ。そう、いいよ。よいしょい、よっこいしょい。おー、こういう風に何度も何度も入れることがあります。すげーな、エリート選手。しかも、追い打ち攻撃は方向を選ぶことができて、うんうん、右に吹き飛ばしたりね。なんかすごい、かなり適当にやったんですけど、いっぱい出ました。そう、上に飛ばして、上に飛ばして、右に飛ばして、飛ばして、左に飛ばして、また左に飛ばして、下みたいなね。今のが、うん、バニシングアタックと呼ばれる、ね、バニシングアタック、高速移動による追い打ち攻撃でございます。はい、はい、はい、はい。さらに、はい、吹き飛ばした後にすぐに A ボタンを押すことによって、おお、お前なんで飛んできた？これ、お前飛んできた？これ、飛んでくる。今のがドラゴンホーミング、はい、追いかける、はい、うん、ホーミングね、そう、追いかける攻撃。追いかける、これをやって、おー、追い打ち攻撃できます。お前、これはお前原則通りだなだろう、だろう。おい、じゃあやる、やってみる、やってみる。いいよ、吹き飛ばしてすぐに A ボタン、はい、そう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 、上に飛ばした、うん、上に飛ばしたらいいかもね。今まであれで追っかけて殴るんだろう。そうそうそう、追い打ち攻撃できます。いよいよ、はい、せーの、はい、そう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 、大丈夫ですか？分かった、うん、これは今焦るぞ、うん、今偶然出たけども偶然出たけども、うん、あのドラゴンホーミングと、うん、さっきのバニシングアタックっていうのを組み合わせることができます。はい、いいですか？分かった。吹き飛ばすでしょ。吹き飛ばすね。でドラゴンホーミングするでしょ、うん、でバニシングアタックするでしょ、うん、ドラゴンホーミングするでしょ、うん、あー今ので続けるのね。あ、ちょっとやるよ、せーの、はい、そうそう、でバニシングアタック、はい、そう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 こんだけできます、追い打ち攻撃も。すげえ。この間何もできないぐらいの。できなかったね。俺はできなかった。そう。おお前。これここでここで失敗する。ここで必ず失敗する。でも分かった。分かった。すげえこれ。これが追い打ち攻撃。超ドラゴンボールだ。うん。あー、悔しい悔しい。でも分かった分かった、やりたいことは。ホーミングの後の吹き飛ばしは、うん、ちょっと長押し。そういうことね。ちょっと X 長押し。ああ。これでホーミングして長押ししてこう、ああそうそうそう、あーでこうやってもう一回いけんだ。そうそうそう、でさらにこうやっていってこうやっていけ、あーお前何をした。まあ調子乗ったらダメですよね、うん、相手はこういう風に、かなり調子乗ってました、はい、カウンターもしてきます。私かなり調子乗ってました、はい、お、キダンを、あー、じゃあ地味な攻撃を地味な攻撃を、吹き飛ばしの後の追い打ち攻撃で、うん、はい、キダン、ね、を分かった、打つこともできます。おお、そう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 、完全死亡フラグですこれ。そういうことね。え、ちょっとお前カウンター攻撃とか何俺にもやらせろ。カウンター、カウンターはね教えてあげない。こうでおいまさかの機関ちょっと裏切った。まさかの機関完全に裏切った。あ、今日はこまつ、それどうすんの、それどうすんだお前、それお前、あ、それ教えろはい、ということで、さん、まさかのカウンターにやられてしまって終了。ゴーボーショー、はい、第3回はスーパーライジング、第3回はスーパーライジング、はい、どうです、わかりました、はい、では次回また会いましょう。さよなら。ボス、ほら、江戸さん、バニシングアタッカー江戸さん誕生。次はスーパーライジングをやってもらおうかな。スーパーライジング、また新しい技ですか。次回、レイブラ TV 高速移動、驚異のスーパーライジング。できたらチョコレートパフェおごってね。